ホーム、湘南深沢駅は、神奈川県鎌倉市梶原にある、湘南モノレール江ノ島線の駅である。駅番号は、SMR4。無人駅だが、平日朝ラッシュ時には、中札業務員が配置されている。隣接する JR 東日本工場跡地などの広大な敷地では、鎌倉市による、 深沢地域周辺地区のちづくりが推進されており、市庁移転計画も含めた新たな都市拠点の形成に向けて、駅前市有地では現在多目的スポーツ広場、公園、駐輪場などの暫定利用が行われている。また、交通バリアフリー法による同市の取り組み鎌倉くら市道園活か基本構想第二部編によれば、当駅はバリアフリー化の整備にあたって、 駅の大規模な改修が必要とされているほか、路線バスとの交通結節機能も求められている。島式ホーム一面二線の高架駅。エスカレーターやエレベーターは設置されておらず、階段のみでの乗降となる。無人駅のため改札口はなく、乗車時には自動券売機で乗車券を購入し、降車時には車掌に乗車券を手渡すこととなる。券売機脇には、 駅係員連絡用インターホンが設置されている。当駅の湘南への島方から、深沢車庫への引き込み線が分岐している。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り、湘南モノレール本社、深沢車庫湘南モノレール車両基地湘南深沢ビル。駅北側に設置されている、大船工場が、最寄りバス停。このほか車両基地への分岐点付近よび深沢。 交差点付近に設置されている深沢、湘南深沢も利用可能。なお、深沢バス停は複数箇所に乗り場が設置されており、そのうちスーパーマーケット山か深沢店前に設置されている乗り場と湘南深沢バス停は同一である。1947年に鎌倉市に編入されるまでこの地域が深沢村だったことから、深沢と呼ばれる地区は、 梶原、時は、笛田地区を指しており、深沢という地名自体は現在では、学校名や駅名に用いられるにとまっている。なお同じような例として現存しない地名を用いた、駅名については、小田急小田原線か京駅などの例がある。ありがとうございます。